第四代クイーンズベリー公爵、ウィリアム・ダグラスは、スコットランド貴族。1731年まで、ピーブルズ死爵の儀礼称号を、1748年まで、マーチ伯爵の称号を、1778年まで、マーチ・ラグラン伯爵の称号を使用した。また、オールド級とあだ名された。第二代マーチ伯爵ウィリアム・ダグラスと、第二代ラグラン女伯爵。 アン・ハミルトンの息子として、1725年12月16日に生まれた。1731年3月7日に父が死去すると、マーチ伯爵の爵位を継承した。1748年4月21日に母が死去すると、ラグラン伯爵の爵位を継承した。ラグラン伯爵の創設日が、マーチ伯爵より4日早かったため、順位では、 ラグラン伯爵が上だったが、ダグラスは、ラグラン・マーチ伯爵の称号ではなく、マーチ・ラグラン伯爵の称号を使用した。1759年に、第8代カセルス伯爵ジョン・ケネディが死去すると、その爵位と財産が、除刑継承可能であるとして継承権を主張したが、却下されている。1763年4月17日、失する勲章を授与された。 1760年から1789年まで、ジョージ3世の進出事重を、1761年から1784年まで、スコットランド貴族代表議員を、1767年から1776年まで、スコットランド海軍次官を務めた。1776年10月26日に、スコットランド第一警察協に任命されたが、 第一警察卿の官職は1782年に廃止された。1778年10月22日に、父方の祖父、ウィリアムの兄、ジェームズの息子にあたる、第三代クイーンズベリー公爵、チャールズ・ダグラスが死去すると、クイーンズベリー公爵の爵位を継承。さらに1786年8月21日に、グレートブリテン貴族であるウィルトシャーにおける、 エイムズベリーのダグラス男爵に上された。1788年に王大,大使ジョージが摂政に就任する権利を主張すると、ダグラス家でただ一人王大,大使を支持したが、ジョージ三世が回復したため1789年に進出自重から解任された。その後、1794年3月17日から1797年11月17日まで、 ダンフリーズ当官を務めた。1810年12月23日に生涯、未婚のままロンドンの自宅で死去、31日に埋葬された。エイムズベリーのダグラス男爵とラグラン伯爵は、後継者がおらず廃絶、マーチ伯爵は、初代マーチ伯爵、ウィリアム・ダグラスの姉妹案の断景の夜叉後にあたる、第6代ウィームズ伯爵。 フランシス・チャータリスが、クイーンズベリー公爵は、父方の祖父、ウィリアムの兄、ジェームズの娘ジェーンの孫にあたる、第三代、バクルー公爵ヘンリー・スコットが、クイーンズベリー公爵は、初代クイーンズベリー伯爵、ウィリアム・ダグラスにたどっての分流である、第五代順男爵サー・チャールズ・ダグラスが継承した。また、100万ポンド以上の遺産を残しており、 遺言状に基づき多くの人々の間で分割相続されたオペラのパトロンだったトマス・ローランドソンによる仮価値は1790年大作1750年1時間内に四輪馬車で19マイル進めるかでターフェ白尺とかけ1750年8月29日にニューマーケット競馬場で行われた試合で見事に成功した 同年にジョッキークラブが結成され、1753年に同クラブがニューマーケット競馬場を購入すると、マーチ伯爵は競馬場を見下ろせる邸宅を購入し、競馬に没頭した。競争馬の育成に心血を注いだほか、馬蹄や騎手にも着目したという。1756年に自ら騎手を務めて、試合に勝利したほか、競馬における賭博にもたびたび勝ち、 カンバーランド校、ウィリアム・オーガスタスなどから大金を勝ち取った。後に、チャールズ・ジェームズ・フォックスが競馬と賭博に熱中するのも、マーチ・白爵が、フォックスのメンターを務めたことが一因とされる。ニューマーケットの邸宅のほか、一時は、リッチモンドにある、高価な絵画や彫刻が飾られている住宅に住んで、いたが、住宅の隣の芝生に関する裁判に負けたことが、きっかけとなって、 それを嫌い、ピカデリーの住宅に移ったという。1798年頃に、ネードパース上周辺の植林を整地したが、自身の初出の娘、マリアのヤーマス伯爵フランシス・シーモア・コンウェイとの結婚における、持参金を用意するためとされた。ジョージ・オーガスタ・スセルウィンも、マリアを娘と考えて、大金を用意したが、英国人名時点では二人とも本当の父ではないと。 している。ヤーマス伯爵夫婦は、クイーンズベリー公爵の遺言状で10万ポンドを受け取り、ヤーマス伯爵はさらに遺産の残余分の受け取り人として20万ポンドを追加で受け取った。また、ピカデリーの自定にあるバルコニーから通りを行く美人を目ざとく見つけては、気に入った女性を丁内に招き入れていた。当初は華麗に命じて招待していたが、 やがてこれも面倒に感じるようになり、バルコニーから通りへと続く、専用通路を設けさせた逸話が残っている。裁判年にはフランス彼の医者に対し、自身が1日生き延びるごとに大金を支払ったという。また、1803年頃から1810年に、クイーンズベリー公爵が死去するまで、彼と親しかったナサニエル・ラクソールによると、クイーンズベリー公爵の体は弱くなったが、 知性は衰えなかったという。さらに、オールド級の指揮が近づいたことが知れ渡ると、彼の下には関係した女性から手紙が現実のように舞い込んだ。その後、彼が他界した際に未開封の手紙70通が、クズカゴの中から見つかったという。ありがとうございます。